アジアトップカテゴリーの全日本スーパーフォーミュラ選手権 s f に今季から参戦している現役女子大学生ドライバーのジュジュ TGM グランプリは7月21日 SF 第4戦となる富士大会の決勝に出場し19位で完走を果たした日本人女性初の SF 参戦など偉業を成し遂げている一方 タカテゴリー参戦時も含めそのドライビングにファンから疑問の声が上がることもあり、今大会でもそのような場面が見られたことで非難が集まっている。元 F1 レーサーの父・秀樹氏の下でレース活動をスタート。ヨーロッパを中心に活躍し、実績を重ねたことで SF の公式テストへの参加、シート獲得につながった。男性ドライバーと比較して身体能力で劣る部分があるものの、 物おじしないメンタルとカートを始めた3歳から培ってきたレース感と経験値で挑戦を続ける姿勢から多くのモータースポーツファンの注目を集めている。一方でドライビングや気性の荒さが目立つシーンも。今年5月には、過去のフォーミュラカーを使用したレースボス g p に出走した際、ブレーキング時にスピンを喫し、そのままリタイア。マシーンから降りた後に無断でコースを横切り、 あろうことかたチームから借りていた約600万円ほどのステアリングを地面に叩きつけコース上に放置するという前代未聞のトラブルを起こした。